どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。本日はですね、はい、こちらの iPhone を使った検証をしていきたいと思います。はい、どういった検証かというとですね、こちらの iPhone ですね、まあ、通常このように指でタッチして操作すると思うんですけども、実はですね、はい、こちらのパソコンで使うマウスですね、これでね操作することできるんですよ。端子で言うとね USB なので、まあこのままだとさせないんですけども、アダプターを経由してですね、まあつなぐことで、まあ、マウス操作っていうのができるんですね。で、前回の検証で使った、はい、こちらの非純正品ですね、まあ、こういったね USB メモリーとか SD カードから、まあ、データをコピーしたりっていうことは、まあ、前回の動画で問題なくできたんですけども、まあ、果たしてこれで、まあ、マウスをつないで操作することができるかですね、そちらをねちょっとやってみたいなと思います。はい、じゃあ実際にねやっていきたいと思うんですけども、まずマウスで操作するための設定ってのがあるんですね。それをしてみたいと思います。まずね設定ボタンを押します。ここですね、アクセシビリティ、ここを押します。はい、そうすると次の画面に来ますので、このタッチですね、これを押します。そしたらこの一番上に出てきたアシスティブタッチってやつですね、これをオンにします。はい、そうするとね、今下の方にこんなポイントが出てきましたよね。要はこれをですね動かすことになります。で、あとはねこのメニューを常に表示ってやつですかね、今オンになってるんですけども、オフですね、この状態にしてください。そしたら iPhone 側は準備できましたので、このマウスをですねアダプターを経由してつなぎたいと思います。まあ、簡単に説明すると、 USB、SD カード、マイクロ SD、まあ、ライトニング充電ですね、あとイヤホンジャック、まあ、これが一つになってるものですね。ここから、まあ、こちらのライトニングに変換するものですね。はい、今接続しました。あ、動いてますね、これです、丸いやつ動いてますよね。じゃあここからちょっといろいろやってみたいと思います。そしたらまず写真見てみましょうか。おお、クリックできましたね。うん、ホイールの操作も問題なくできますね。僕もね初めてこのマウスで操作してみましたけど、結構使いやすいかもしれないですね。おお、カメラもいけますね、クリックで写真も撮れますね。ちなみにこのホーム画面上で右クリックですね、こういったものを押すとこんな感じでメニューを出すことができます。メモとかやってみましょうか。ああ、なるほど、手書きのメモになるんですね。あ、こんな感じで書けますよ。あ、ちょっとねタイムラグありますね、ちょっとゆっくり書かないと空打ちしちゃいますね。うん、使えますね。まあ YouTube とか操作聞いてますね。はい、こんな感じで無事マウスで操作ができました。はい、実際にね検証してみました。まあ結果で言うと問題なく使えますね。まあパソコンでね通常マウス使ってる方であれば、まあ同じような感覚で問題なく使えますね。ボタンの割り当てとかも変えることができて、カスタムすることができるんですよ。なのでもう少しねこう自分の使いやすいような形でカスタムすることで、まあさらにね使いやすくすることもできます。まあ iPhone もねまた新しいのが出たりもするので、まあちょっとそういったものも手に入れつつ、またね気になる検証があればやっていこうかなと思います。まあ iPhone 関連で言うと、当店でねあの iPhone の中にある、まあ、動画とか、あとボイスメモとかの音声ですね、まあ、そういったものをディスク化したり、代行することができます。まあ、そういったね方法を紹介している動画もあるんですけども、まあ、ご自身でちょっとやる環境がないであるとか、うまくできないっていう場合はお気軽にご相談いただければと思います。はい、というわけで今回はこちらの USB のマウスで iPhone の操作ができるかっていう検証をしてみました。この動画が参考になったと思う方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。